皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回は新ギレンの野望ベリーハードチャレンジレベル将軍編続きをプレイしていきたいと思います。ここまでにですね、地球上での反攻作戦として北京、ハワイ、そしてキャリフォルニアと攻略を進めてきています。今回その続きになります。まずマドラス基地なんですけども、ここにですねガンダムが届きましたので、バナージに乗ってもらっています。この後オデッサ作戦発動するためにですね、このマドラス周辺の制圧きちっと進めておいて、いざオデッサ作戦が発動されたら速やかにオデッサに部隊が送れるようにというふうに考えています。その他でいうと、まずトリントン基地ですね。ここはカミーユに任せてあります。カミーユでこのトリントン基地に展開している敵部隊を制圧したら、トリントン基地にいる現在の守備隊をですね、他の地域へと転戦させていきたいというふうに思っています。そしてここキャリフォルニアからはですね、ダブルゼータのジュド、これをこの後ニューヨークまで移動させて、ニューヨーク攻略作戦を発動していきたいというふうに思っています。では時間を進めていきましょう。各戦線厳しいんですが、航空隊による壁でしっかり防衛して、その間にカミーユや柔道で敵部隊を一掃、反攻作戦を一掃加速化していきたいというふうに思っています。ここはマフティのプロトガンダム、まあハサウェイですね。それにバナージのガンダムでマッドアングラーに攻撃を挑みます。潜水艦ですけどね、ガンダムタイプ、この2つは水中戦もこなせるので、しっかりマッドアングラー撃破してくれましたね。生産について簡単に補足しておくとですね、もう防衛一辺倒の場所、まあ、例えばジャブローとかベルファスト、さらにルナ2なんかは一番安い低コストのユニットを生産、これで壁になってもらいます。で、今から攻撃に転じたいよというようなところ、まあ、具体的にはマドラス基地だったりキャリフォルニアだったり、まあ、こういうところに関してもですね、ジムを生産して将来的に宇宙でも使える、転属させられる、まあそういうことを見据えた生産に切り替えていっています。将軍、我が軍の秘匿回線がジオンの乗っ取りを受けています。ホワイトベースのガルマの国葬イベントだと思います。見ておきましょう。ギレンは国民に人気の高いガルマの死を利用し、戦意の向上を図るつもりです。弟の死さえも戦いの道具にするとは、辛い戦いだな。我が軍は初戦の惨敗から立ち直りつつある。ジオンの地上での生命線オデッサを奪回することができれば、戦局は我々に大きく傾くはずだ。オデッサ作戦、試してみる価値はあるな。オデッサ作戦の提案も来そうですね。ただオデッサ作戦発動する前に、やっぱり先にニューヨーク落としておきたいかなと思いますので、順番としてはニューヨーク、オデッサの順番で部隊増強していきたいと思います。了解しました。フェデリコ・ツァリアーノに部隊の編成を行わせます。ホワイトベースから青い巨星ダンバラル率いる独立ホワイトベース隊がランバラルの強襲を受けているという報告ですね。まあ、これこのまま史実通りにイベントを進めていくと、ランバラル、さらには3連星なんかも撃破してくれるので、史実通りのイベント進行というのを一つ頭に入れて進めていきたいと思います。この戦果を説明することはできんな。ホワイトベースがニュータイプ部隊だとお考えなのでしょうか。それならばぜひもう一度ホワイトベースへの補給を許可してください。見てみたい気がします、彼らの行く末。マチルダさん派遣します。ありがとうございます。ホワイトベースをムザムザ敵にやらせるわけにはいきません。イベントを進めることでマチルダさんだったり竜だったり、まあ死んでいってしまうんですけども、それ以上にランバラル、さらに3連星を打ち取ってくれるのは大きいですからね。さて戦線の方なんですけども、ここはダブルゼータのハイメガキャノン使いましょう。投げ払ってもらいます。オデッサ作戦まだ発動自体はしていないんですけども、発動いつでもできるようにミデア輸送機部隊、これも
出撃させておきましょう。ジムこれに合わせて出撃させておきます。ここはプロトガンダムマフティ、ガンダムバナージがオルテガのザクワン、これに挑みますね。着実に経験値積んでいってもらいましょう。柔道の早めがキャノンです。これで一気に直線上に並ぶ敵を投げ払いましょう。マップ兵器ですね。で、敵が進行してきたルートを逆に遡って釉薬を目指します。柔道が前進していきます。キャリフォルニアから釉薬、まあ、つまり西海岸から東海岸へ移動してもらっています。 G フォートレス飛行形態にチャンスがあったら連携してですね、一気に突入戦仕掛けていきたいかなというところで機会を伺っていきましょう。ゼータのカミューも、まあ、ここの拠点の防衛、ポリントン基地は安泰になりそうなので、この後移動してもらって、オデッサ攻略作戦に参加してもらいましょう。なので、カミューがオデッサ攻略部隊と合流することができたらですね、そのタイミングでオデッサ作戦発動という段取りでいきたいと思います。いよいよジャブローがこんな感じで大部隊に取り囲まれてしまってるので、ジャブローの生産力だけでは持ちこたえられなくなってきそうです。なので、まあ、北京とかハワイとか、まあ、今敵の攻撃を受けていない拠点で生産して、それをジャブロー輸送で部隊増強を図っておかないと、ジャブローが心配になってきましたね。報告します。ロカクモビルスーツ隊が敵物資集積場を襲撃し、多数の物資を奪取しました。引き続き後方撹乱を行わせます。まあ、資金も資源も開戦当初と比べるとだいぶ目減りしているので助かりますよね。では柔道ですが、突入できるかどうか確認していきたいと思います。突入できるようであればもう突入したいところですが、ここの部隊はどうだろう。砲撃で葬り去った方が良さそうですね。攻撃使います。その間にえちらおちら徒歩でジムを進めておきましょう。再び早めがキャノンですね。これでまたどうだろう、 12,3 機のユニットを一気に投げ払ってもらいましょう。そうするとキャリフォルニアから釉薬、西海岸から東海岸へ補給線をね、つなげることもできるかなと思いますので、戦いがより楽になってくると思います。補給隊より報告します。ホワイトベースは再びランバラル隊と交戦し、マチェルダさんからの報告です。これでランバラルをホワイトベース隊がイベントで打ち取ってくれたという内容ですね。まずはニューヨーク攻略作戦発動します。これで樹洞をGフォートレスに変形して、そのまま釉薬に突入してもらいましょう。で、後続で事務隊を送り込んでいきます。できるだけ早くこの釉薬の攻略を終わらせたいですからね。突入です。では釉薬の攻略戦です。本当に短期突入という形になりましたね。樹洞がダブルゼータで短期突入です。エネルギー的にちょっと心配が残るので、まあ、基地中心部一直線に目指しましょう。無駄にエネルギーは使いたくないので、反撃は G フォートレスモードではしないで、ここで変形してから基地中心部ひたすら目指します。まあ、ダブルゼータ強いですけどね。欠点としてはやっぱりエネルギー、これがすごく消耗激しいっていうのがありますので、まあ無理はせずにということですね。
ここは反撃をします。もうすでにモビルスーツモードに入ってますからね。反撃して敵の数削っていきましょう。さあここなんですけども、ハイメガキャノン使っちゃいます。これでここに展開しているモビルスーツ隊、まあ、ズゴックとドム、さらにアッザムですね、これを一気に投げ払います。そして占領という流れですね。いやこれ本当に受動一気でニューヨーク陥落させることができそうですね。これは本当にすごい。まあ、G フォートレスになると移動力も格段に増すので、まあ、このあたりがダブルゼーターであったり、ゼーターガンダムがね、戦略的にもたった一機ではありますけど、すごく重要な機体だというのがわかりますよね。では、このまま受動で制圧します。柔道はこの後北米大陸に残存している敵部隊を掃討してもらって、その後はベルファストの救援あたりに向かってもらいましょう。補給隊より報告します。ホワイトベースはランバラル隊の残党と交戦し、ハモンさんも撃破ですね。一方で龍が戦死という内容です。まあ史実通りの展開が進んでいるというのがこの描写なのかなというところですね。この戦いを終わらせねばなりません。報告します。鹵獲モビルスーツ隊が敵新兵器と交戦し全機撃破されました。なお敵新兵器も戦闘中に大破したとのことです。はい、苦戦しながらも柔道の活躍もあり、ニューヨークまで攻略完了してますね。ではこの後オデッサ作戦を発動していきたいと思います。カミユももうここまで来てますので、さすがですよね。移動力がズバ抜けで高いです。カミユなんかをこの後、もう移動で突入させていくことができますので、早速オデッサ攻略作戦を発動していきたいと思いますが、その様子は次回お届けしていきたいと思います。今回は一旦ここまでにさせていただきます。